はいのも皆さんこんにちはこんがりです続けてで,ですね本日もメンタルブレイクアウトやっていこうと思いますはいということでね本日使っていく武器はこちらのねピーちゃんになるんですがこのピーちゃんね一見普通な形に見えますが違います皆さん見てくださいこちらわかりますかねレーザーサイトが4つそうです今回のね ぴ、えー、P、ちゃんは石岩のフクロウ型です。はい、えー、ということで、えー、石岩のフクロウってね皆さんご存知ですかレート SSS クラスの最強グールなんですが、まあ、僕がね一番好きなグールを、まあ、モチーフにね、えー、作らせていただきました、はいえーまあ、早速ね、えー、ガンスミス見ていきましょうかもうこれかなりえぐいから、はい、見てくださいこちら気持ちが悪いこれですよね もう石岩のグールピーちゃんっていうのはこれかなりえぐいですはいもう何十万かかったかな多分カスタムだけでさ30万ぐらいいっちゃってんじゃないの知らんけどうん多分33万ぐらいだった気がするわはい <laughs> えということでね まあ、レーザーサイトというものは、まあ、皆さんねご存知の通り1つつければねもういいんですよ性能には関係ないんですよはい残りの3つはこれ飾りなんですよねはいもうたっかい飾りなんですがああまあとりあえずですねあの性能とかじゃないのよ見た目なのよ結局見た目がかっこよけりゃ何でもいいんですよねこれえぐいでしょ こんな量のレーザーでさなんか目をね潰されたらもう敵はたまったもんじゃないですよねてかこれもう確実にバレますよねはい、えー、ということで基本ステータスが垂直81水平82、えー、腰なめの射撃の安定度が83っていうねトリプルスコアがオール80超えのもう優等生になりますねはい、えー、ということで、えー、今回はですねこんな感じで組んできました、まあ、皆さんね参考にする方はいないと思いますがまあ ちゃんをねリスクなしで使うのもいいんですがこの33万円カスタムを戦場に持っていく時の脳汁感はいなおかつ1人でねぼっちを味わう孤独感で絶望感パーティーに当たった時の。でそれを すべてひっくるめてピーちゃんだからうんえだからみんなねピーちゃん使うときはこのカスタムにしましょうはいえー、このカスタムを使ってえー、今回ですね農場のマッチングでいいですかちょっとひよっちゃっていいですかいやでもどうしよっかないやちょっとよくわかんないけどさとりあえず風作くいくか <laughs> もうやだマジでやめてくれこれ以上罪を起こさないでくれ マジで犯罪ですよ、これ、普通に。えー、ということで、犯罪級の P ちゃん使って、とりあえずね、えー、射撃場を潜っていきたいと思います。はい、ということでね、えー、早速射撃場にやってきたわけですけれども、これ見てくださいよ、皆さん。えぐすぎないこのさ、見た目。<laughs> マジでちょっとさ、笑っちゃいますよね、これね。まあ、性能はですね、まあ、見た目にね、 まあ反してというか見た目通りというかまあいいんですよ、はいまあ、ネタじゃないんですよね、まあ、ネタなんですが、まあ、とりあえず今回のカスタムですね、まあ、リスナーからおすすめされたわけではないんですよただ単にま僕が使いたかったから作ってみたっていう,、えー、もう狂気の強人カスタムです、はいえー、ということでね、えー、今回はこちらのーちゃんを使って農場マッチングでもやっていこうと思いますそれでは早速やっていきましょうレッツゴーうわい とということでねは秒速でマッチングしましまたはい 1cm ですかねよく分かりませんが 23cm かなはいいやレッツゴーじゃないんですよ本当にあのさ何で僕はさこんな装備を着てさ風作に潜らないといけないわけなんかさ武器庫警察がさめちゃめちゃ最近ねあの来、ー、てて、まあ、お世話になってるんですがいや本当にね武器庫武器庫武器庫ってねみんな武器庫大好きすぎてさ この実況動画を出すたんびに武器いけ「武器庫行け武器庫行け」って言われるんでマジでね怖いんですよねさあとりあえずですねこちらあの別荘2機になったんですがこれはね非常に好都合これもう入っちゃうか行くかもうとりあえずここのスカブとかどうでもいいかな、えー、中入っちゃいましょうはい、えー、速攻入ってあげてで待ち伏せしましょうかこの別荘でやったぜ 俺さなんで今回このレーザーいっぱいつけてきたかっていうとこれなんですよねここで戦いたかったはいいやマジでさこの間のね F2000 の時に味わった快感がですね忘れられなくてえ、まあ、ここにですね来ちゃったわけですよで今回ねレーザーサイト4つつけてきてるんでマジで腰打ち性能は30丸どころの話ではない、えー、ということで早速ね、えー、ここでやっていきたいと思うんですが もう敵が来たらねほふりますよ本当にに簡単にいやーもうこれはガチのマジで勝つぞうんここでね俺は妹よくはい別荘アサリにきを絶対に許さないんであきちゃってるねさあさあさあ,さあこんにちはいいえ君はスカブかよくわかんないけど今見えたよねこの武器の真骨頂が強すぎる本当にえぐいからな,なはい えー、ということで、ブチ56、まずはファーストインプレッションです。ただ、スカブ臭いよな。ちょっとしょっぱいかもしんないね。えー、まあとりあえず、一旦無視してあげて、まあ、来るまで待ちますか、人が。ここにワンパ入ってきてもね、俺負ける気がしないんで、正直。このピーちゃんだったらちょ。マジで投げ物だけはやめてほしいんですが、まあ、それ以外だったら全然大丈夫です。余裕ですね。さあ、来た。はい、やってきた。君もスカブですね。 マジかよ。でここにさ死体があるとねちょっとさ警戒されるんでここで一旦待つさあ、えー、まだまだ来るんでしょうか基本的には降るこれえぐいよなほんとに来い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 もう反射神経ゲーなこれないっぱい来てるいっぱい来てるさあいらっしゃいませどんどんおいで君たちが来るのはさもう地獄だからねこれ この P ちゃん構えてさ、待ってるからね、この角待ちで。しっかりと入ってきた瞬間、モンスターハウス、ようこそ。ペロペロハウスへようこそ。P ちゃんにペロペロされる準備はできたかいえー、来てんのかなよくわかりませんが、さっさとね、上に上がってきてほしいですよね、ほんとに。頼むから。めっちゃいる、めっちゃいる。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あい、あい、はい、は,はい、はい、はい、はい。 君たち残念だったね。さようなら。えまずは、もう2枚キルしました。もう、これですよね。P ちゃんの暴力っていうのは、ガチえぐいからな。さあ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 、どこにいるここかまずいまずいまずいま一回本当にグレネード壊し、ちょ、マジかよ。ふざけるなって。グレネード2機本当にさ、やめてくれ投げ物でさ、 どうにかしようとするのはもう打開しないでくれ投てきで投げ物だけはやめてくれなあー怖い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 マジで怖いさあなんか知らないけど投げ物マニアがやってきている怖いですねさあガスを投げてきやがりました最低ですねでさらにはもう一発なんか投げようとしてるね面倒くっさくさいというか普通にこのガスが これガスマスクつけてんのかな2キは怖いねちょっとねえー、とりあえずマジで許さないんではいさっさと来いよあと2枚いるんだろううわもう相当おならまみれじゃん臭い臭い臭いもうやめてくれよこんなにさガスまくの誰だよガスむいたのすいませんおならしたの誰ちょっと臭いんですけどなんでもう一発来るなグレか ザルザル案件入っちゃってますさあえーということでもう一発作るかなやばいねほんとになんでそんなにさグレネード投げてくるんあ耳鳴りがすごい耳鳴りが耳鳴りのせいで何も聞こえんちょいほんとにさこのガスっていつまで続くのこれ永遠か効果時間初めて使われたからわかんねえやこのガスの効果がちょいマジでやめてくださいよ勘弁してくださいよほんとに頼むから さあ、ここでスニーキングかまして。わあ,あ、まずい、まずい、まずい。ガスが臭い、ガスが。ガス臭すぎる。え、ちょ、いっね、え、こう、鎮痛パクパクタイムいきましょうか。うーうまい。ごく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 。さあ、そして、え、しっかりとガスの影響は受けてませんね。いきましょうか。こわ、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 こわ。スニーキングかましていくぜ。あ、まだいるからな、普通に。ざるいんで。いるな。 もう行っちゃうかこれなこれ詰めましょうかねえー、びっくりしたびっくりしたふう、マジで今焦ったアップねよかった3人パーティーかチャンピオン目指そうとしてたんでしょうかねはいえー、とりあえずアーマークラス4の4いやなんかしょっぱいよねほんとに5とか来てくんないのかなまあ、とりあえずはいいわ一旦ありがとうございましたとしっかりと礼を言っておく礼には及ばねえぜ えー、とりあえず、あーあーあああ、おいしい、おいしい、まあ。おいしいかどうかわかんないけどね。うん。まあ、とりあえず、まあ、ありよりのなしかな。なんでこんなに玉が弱いんだよ。おかしいだろう。風作にさ、もっといい玉持ってきてくれよ。ちょ待、ま、って、マ、ま、ジか。HP なんですって、みなさん。これはしょっぱい。とりあえず、この辺全部芝いといて、えー、まあ、3人キルしましたね。まあ、3立てって感じ。まあ、このさ ぴーちゃんが、まあ、負けるはずはねえんですよ、ほんとに。マジのガチで強いからな。え、ちょっと鎮痛決めとこうか。え、この鎮痛しっかりと利用させてもろて、で、このカバンが1万円の価値、はこわ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 。ああはあ嘘だろ嘘だーもう、ありえないでしょ、ほんとに。何がトロロだよ。トトロにしてくれよ。 隣のトロロトロロ最悪マジかよ嘘だ1枚もう1枚いたのうわーこれマジでえぐいぞああ俺のレーザーが見えちゃってなおいもう本当に最悪なんだけどあ意味わかんねえしこれもう終わったわマジかよこれもうメンタルブレイクだし普通に 返せよ、俺のーちゃん33万もうやだ <laughs> 本当にやだベクターとか言って、しかもさ 45AP 弾もう完全にバイザー破壊されましたね。うわー耳に攻撃が当たるとキャラクターは撃破される、えー。フルプロテクションのヘルメットを装備すると弾丸を完全に防ぐことができる。意味がわからない。日本語で OK。耳で俺しばかれたってのか。おかしいでしょ、本当に。 もう一瞬過ぎたもんなエグすぎるよこのゲームマジでありえない本当にもうメンタルブレイクだわガチで頼むからさもうやめてよ本当に返せよ俺のピーちゃんもう最悪レーザーサイト一1つに絞りゃよかった4つとかバカなことしなきゃよかったマジで後悔